皆さんこんにちは、アシスタント背景美塾前田ックスです。今日はですね、こちら、はい、クイズアイレベル3つの法則っていうのをやっていきます。今回は第1回クイズアイレベル3つの法則をやっていきたいと思います。このクイズはアシスタント背景美塾のオンデマンド講座の中にアイレベル3つの法則という講座がございまして、ね、まあ、それをもっともっと知っていただくためのクイズ番組になっております。はい、まあ、アイレベルってなんだろうな、なんか聞いたことあるんだけどなっていう方におすすめのクイズで、おすすめの動画になっておりますので、ね、ぜひともオンデマンドの講座の方もね、ちょっと気にしてみてくださいね。まあ、ちなみにアイレベルっていうのは建築用語、写真用語、あとイラストの描き方用語っていうのがあるんですけども、もちろんね、このクイズではイラストを描くアイレベルというものにね、特化してそちらにスポットを当ててやっていきますのでね、皆さんこう絵を描く人には必見でございますよ。はい、さあではまずはこのクイズの回答者をお呼びしましょう。回答者さん、どうぞ出てきてください。あ、出てきました。はい、東京都渋谷区からお越しの背景描きたくてたまらないという背景描きたいくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、はいはいはい、こんな声なんですね。はい、さあ背景描きたくん、今日のクイズの意気込みをお願いします。お、頑張れよ頑張れよ頑張れよ。あ、3回来るんですね。はい大事なことだからね、大事でしょう。はい、はい、じゃあね、これからね、クイズを始めていきたいと思います。さあまずはクイズカモン、ボツン。はい、クイズやってきました。はい、クイズアイレベル3つの法則なんですけども、こんな感じで、ね、クイズを並べてみました。愛の10、20、30、レベルの10、20、30、法則の10、20、30、ね、もちろんこの何でしょうね、ポイントが点数が高ければ高いほど若干難易度上がっていくというクイズになっています、ね。まあ、せっかくですから今日は背景描きたくんパーフェクトを狙っていきましょう。頑張れよ頑張れよ頑張れよ。あー、3回来た。はい、さあではではでは、まあまずはね、早速ですけども、うん、クイズをね、どれでもいいんですけども、まず選んでもらいましょうか。さあどこか行きましょうか。どれにしようかな。おい、法則の10。お、法則の10。じゃあ法則の10を開いてみましょうか。はい、法則の10、カモン。でで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 、ああ、開いた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 、よかった。さあ開きました。ちょっとアップにしましょうか。はい、さあ法則の10、アイレベルはどこまで行っても同じ〇〇。ちょっと考えてみましょう。皆さんもこれ考えてみてくださいね。アイレベルはどこまで行っても同じ、何なんでしょうか。さあシンキングタイム。でで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 で、パパパンパン。はい、高さ。お、なんて、今もう一回言って。高さ。あ、すごい。で、アイレベルはどこまで行っても同じ高さ。大正解。さあすごいっすね。怖い怖い怖いよこれ。いや、やっぱりこう背景美塾といえばね、やっぱりおなじみの背景描きたいくんだけあって、さすがですね。ね、はい。で、まあこのアイレベルっていうのはもうどこかの高さに決まっていたらね、どこまで行っても同じ高さというものなんですよね。もちろんこれもっともっと詳しく知りたい方は背景美塾のオンデマンド講座アイレベル3つの法則をご覧くださいね。まあなんとなくアイレベル知ってる人は、そうだよね、その高さっていうのはずっと同じ高さなんだよね、ね。なのでもし自分の目の高さをアイレベルと想定するのであれば、どこまで行っても自分の目の高さなのであるね、その感覚なんですよね。さあではではでは、まあこのクイズね、ずいっぱい問題がありますので、じゃあ次の問題をせっかくですから背景描きたくん選んでください。はい、はい、誰だろう。あ、そう、ポイント、ポイント、 あ、そうだよ、マイラックス。いや、10点、10点入った、10点入った。ここに点数をくれよ。ああ、10点入りましたよ、10点。あー、脳幹に触れるのがあったら言わないよ。まあ、背景描きたくん、いくらでもいけるからな、大丈夫です、ま、10点なんて、ま、橋田10点ですよ。またそうやっておだてて騙されないよ、次行くよ。さあ、じゃあ次お願いします。はい、次はね、愛の10。愛の10、いいですね、愛の10。じゃあちょっとアップにしましょうか、愛の10。よいしょ、愛の10をカモン開けてみましょうか。あいちゃいあいちゃい、でで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 、絵がある。さあ、二
2人の人物が出てきました。でこの2人の人物は同じ身長だという前提で考えてほしいんですけども、まあ、ここにね線が引っ張ってあります。 A と B、 じゃあこれアイレベルというものを考えるときに、これ A と B どちらの方が正しいのでしょうか。2択ですよ。さあ背景書いてくいきますよ。じゃあシンキングタイム、ディリディリディリン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 、ワワワンワワワンワワンワン、はい A A なの、 A でいいの、正解はデデデデデバン、あ正解、さすがですね。怖いよ怖いよ、これ何かをすごく試されているよ。試されてますね。またいやさすがだ、やっぱ背景ミュージックといえばおなじみの背景書きたくんだけある。いやさすがですね。ね、さあさあさあ、じゃあせっかくですからもうこの流れで20ポイントいきましょうか。ピコーン、あ、さすがですね。さあさあさあ、ではで続いてどうしましょうか。3問目優勝どれにしましょうか。これはレベル10しかないっしょ。やっぱそうだよね、そこ上の方の10からで、ね、潰していきたいですね、はい、うん、さあじゃあレベル10を開けてみましょうか。オープンカモン。さあレベル10を開けちゃいな、よいしょ、レベル10を開けちゃいな、はい、ではカモンカモン、カモンカモン、ディリリ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 リ、さあ僕がいるよ。背景画客が出てきましたね。ね、色艶はどうもこっちの方のクイズのこっちの方がいいですね。僕今美白中だから。あ、美白か、あの正面からあのいいライトが当たってるやつね。美白さあではでは、美白されているね、これ背景描きたいくんなんですけども、まずは優勝じゃん、 A の背景描きたいくんと、はい、 B の背景描きたいくんがやってきました。はい、さあではでは問題です。 I レベルはでどちらが正解か、こちら考えてみてください。さあこの赤い線がアイレベルだと思ってくださいね。アイレベルがよいしょこんな感じで横たわっています。じゃあ A と B どちらの方が正解なのか、シンキングタイムに行きましょう。皆さんも考えてみてくださいね。さあシンキングタイムスタート。テントンテントンテントン、はい、終わりさあどうでしょう、どれが正解でしょう、どちらだ。 B、B が正解なんでしょうか。さあじゃあ正解確かめていきましょうか。ディ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 リンポン、はっ正解、さすが、死んじゃうの。いや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 、今のとこパーフェクトですよ。よかった、さすが、はい、首がつながった。いや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 、あ、30ポイントいったよ。よかったよかった、さすがね。はい、さあで今回これちょっとハードルが高いんじゃないの、私分からなかったなという方にはぜひとも背景美塾のオンデマンド講座おすすめです。こちらホームページでですねご覧いただけますと、オンデマンド講座という、あのページに、ね、飛んでいただきますとこれが見れますので、はい、でアイレベル3つの法則90分のがっつり講座になっております。もちろんアイレベルの話をがっつりやっておりますので、アイレベルが難しいな、応用的にどうやって使って絵を描けばいいんだろう、そういったものがわからないという方には本当におすすめの講座になっております。ねえ、いやー、ただ背景が来たくんズバズバ言っちゃったから、もうこのもうオンデマンド講座受ける必要ないぐらいなんじゃないですか。いや、これは見たい、人に教えてあげたいぐらいの知識を知りたい。そうなんですよね、まあ、やっぱり自分で書くっていうのと、あとは人に教えないといけないという方々、言語化するっていうのが大事ですからね。そう、本当、漫画家さんにはおすすめの講座だったりします。僕漫画家に実はなりたいんだ。マジで、あ、じゃあこれ見てた方がいいよ。見とく、予習しとってください、はいはい、さあ気になる方ぜひとも明日の背景美塾のホームページオンデマンド背景美塾というところ、ね、見てみてください。はい、さあではではでは、まあ、せっかくだから、ね、今回第1回目はこれでおしまいにしたいと思うんですけども、ね、第2回目どういった問題が来ればいいのかちょっと選んでもらいましょう。じゃあ第2回目の一番最初の問題どれにしましょうか。背景書きたくん、法則の20、ちょっとじゃあアップにしちゃいましょう。法則の20はどんな問題なんだろう。では法則の20、はい、カモン、デデ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 
アイレベルは人の目の高さではなくて〇〇〇の高さね。気になっちゃうなって方はぜひとも第2回クイズアイレベル3つの法則をご覧いただければと思います。はい、あ、はい、わかるかな、頑張るよ。バッチリいけそうだけどね。頑張るよ。はい、さあ今回の動画良かった面白かったという方はぜひとも高評価チャンネル登録いただければと思います。ぜひとも第2回見てくださいね。はい、あとコメントなどでもいろいろといただけると僕ら嬉しいです。はい、では今日の背景美塾の講座はこれでおしまいです。次回もまた見てくださいね。またね。またね。